それでは、営業も企画もエンジニアもいるということで、皆様それぞれの就活をしてきたかなと思うんですけど、まず、就活っていう部分では皆さんどういうことをされてきたのかなっていうのをお聞きしたいです。はい、私は情報科学科でプログラミングの勉強をしてたんですけれども、結構大学では数学の話とか基礎の話とかが多くて、あんまりウェブ開発とかアプリ開発とかそういう実際普段使ってるようなものを作るとかいうのは学んだりしなかったので、インターンに行って初めてそういうものを学びました。で、それが結構面白かったので、アプリ開発とかウェブ開発とかをやる会社に行きたいなというふうに思って、それを軸に就活を始めました。うん、僕はもうざっくりメガベンチャーみたいなところをずっと見てました。まあ、なんかその自由に働きたいけど、でもその影響力が大きいみたいなところが結構軸としてあったので、はいはい、まあ、そういう企業をたくさん受けて、で、まあ、その中でも LINE が一番いいなと思って LINE に入りました。じゃあ IT とかは区切ってなかったんですか？そうですね、結構いろんなところを受けてました。うん、うん、私は入学生なんで、その日本の会社あんまり知らなかったんですけれども、はいはい、その LINE を使って、なんか LINE のいろんなサービスを使って、やっぱりデザイン的にもすごい気にしてるところがあって、そのところもすごい気に入ってました。うん、あとなんか LINE を第一規模にして、その次からはなんか新卒採用サイトのデザインを見て、なんか綺麗順からなんか1規模2規模みたいな、そうやってそういう軸に調べてみました。私はもともとがテレビ好きみたいなところがあったので、実はテレビ業界とかを目指していて、でアナウンススクールに通ってちょっとウイロウイリだったりやったりとか、ちょっといろんな経験があったりするんですけど、その中で、まあ、人に何か伝えるだったりとか、いろんな世の中にインパクトを残せるみたいな軸がもともとあって、広告だったりとか、広告の中で LINE みたいな形で選んでいったところになってますね。なるほど。なので私の中でこう最終的に LINE に決めた理由みたいなところで言うと、広告の部分見てくると、だんだん広告って結構一方通行だなって思うことが多かったりして、でそれこそ今西村君が企画してくれてる公式アカウントだったりとか、あとはスタンプだったりって、結構人とユーザー側がいろいろ使ってくれることで結果的に広告になったりとかっていう、そういう世界がすごい素敵だなっていうふうに思って、LINE に最終的に入社は決めてる感じですね。うん、なるほど。皆さんがその就活をしていく中で最終的に LINE に決めたきっかけだったりとかってどういうところがありますか？はい、決めた理由、私は小さい会社でインターンをしてアプリを作ってたりとか、自分でアプリを作ったりとかをしてたんですけど、まあそれだと本当にちっちゃいアプリで自分だけが作ればいいので、まあ、大きい会社のアプリってどうやって作るんだろうとかいうのがすごい気になって、で LINE に興味を持ちました。はいはいはい、やっぱ LINE って日本の中でも一番大きいアプリの一つだと思うの でどういうふうに作られてるんだろうっていうところが結構気になって、 で LINE に興味を持ちました。西村さんはどうですか？僕はもう結構直感で決めましたね。なんかここが合ってるなみたいな結構いろんな人と会って、はい、なんかすごいいろんな方がいたんで、でもなんかすごい多様性があっていいなと思って、なんか楽しく働きそうだなと思って入りました。雰囲気で決めた感じ？割と雰囲気人とかですか？人、まあそうですね、人。あとはまあなんかエンジニアのこともありますけど、なんかプロダクトをすごい大事にしてるなと思って、なんかそういうみんなに使ってもらえてるプロダクトを、なんか愛みたいなところがあって、すごいいいなと思いました。はいはいはい、私はそうですね、うん、私ほぼ一緒なんですけれども、うん、その、LINE という会社はそのいろんなところにチャレンジしているところがすごい強いところじゃないかなという、考えがあって、私も結構そのデザイン的にはチャレンジする、ところが結構なんか自分でもちょっとそれを分かって結構合ってるんじゃないかなというところがあって、チャレンジ、この会社もう第一規模にしたんですね。それで、でもきっかけとかじゃなくて、もう最初から LINE に入りたいと思いました。LINE 一筋どうですか？私とかもう正直第一志望とかではなかったので、こう就活をしていくうちにここにしようみたいなふうに決まったところで、こう面接を回数重ねていくと
あのこの会社すごい人を尊重してるなみたいなところだったり、いろんな働き方を尊重してくれる会社だなって思って、あの最終的には入社を決めたかなとは思ってますね。LINE、うんうん、に入社する前、一言で表すと LINE の印象ってどういう感じでしたか？キラッキラな感じ、まあ、確かに私もそれもあります。なんかイケイケとか最先端みたいなイメージありました、うん、どうでしたか？確かに僕もこのブラウンの大きい人形があってイメージありますよね。すごい明るく楽しい感じなのかなと思ってました。そうですね、やっぱり明るい印象が強い会社だなと思います。確かにそれみんな共通してありそうですよ ね、 すね。なんか 他の面ってありますか？他の面でもさっきもちょっと言ったんですけど、うん、なんかプロダクトにすごい重視していて、うんうん、なんかいいプロダクトだったらちゃんと広まっていくだろうみたいな、そのプロダクト重視なカルチャーっていうか雰囲気はすごいあるなと思って、うん、そこ結構日本の他の会社と違うなとは若干思ってました。私はそのグローバル会社だなと思うのが、うんはいはい、結構その外国人の方々が結構多くて、私みたいなその留学生とかもなんか入社できる会社だなと思ってます。あとなんか通訳もちゃんと、うんうんうん、なんかミーティングするより簡単にできるし、すごいグローバル会社だなと思いました。通訳はいつも僕はあのお願いしてます結構確かにいろんな人がいて、そういういろんな人があの当たり前のように一緒に働いてるみたいな環境は、うん、あの入社する前からすごい感じてた部分。そうですね、入ってからも全然そこはずれなかったですね。確かに、うん、じゃあなんか LINE に入社してからと入った後のギャップとかって何かありましたか？あギャップ、僕は結構なんかいい意味で思ったよりすごい大きい会社なんだなっていうのがあって、はいはい、なんか一つのプロダクト変えるとかでも、うん、それで何百万人何千万人の人のユーザー体験が変わるっていうのは、うんすごいやっぱ影響力が大きいところだなと思って、その分なんか責任みたいなところもやっぱりあるなっていうのは感じたギャップですね、うん、やっぱそれを入社前よりも入社後の方がやっぱ実感するなみたいな感じなんですか？結構パッと見ベンチャー企業だし、まあ、カルチャーも結構ベンチャーっぽいところももちろんあるんですけど、やっぱ使ってる人はめちゃくちゃ多いものなので、なんかそこら辺はすごいいい意味でギャップだなっていうのは。確かにわかります、うん、結構なんかキラキラしたイメージとは裏腹に入ってみると中の人すごい真面目だなっていうのが私的にはありました確かにどうですか？まあ、入社してから、入社する前にはその LINE がグローバル会社だなという印象だったんですけど、うんまあ、入社してからは本当になんかその近くのチーム方々がすごいいい意図だなというのがあって、うんうんまあ、そういういい意図が集まってるところがやっぱり世界的にも活躍できる会社だなというのをちょっと感じました、うんうんはい、鈴木さんはどうですか？そうですね、結構 LINE ってあのベンチャーを目指してた人からすると大企業で、うん、大企業を目指してた人からすると割とベンチャーって感じる会社だなって思ってて、うんうん、私が結構テレビ局だったりとか総合代理店だったりっていう大きな企業を目指してたので、入ってみて結構あの意外とベンチャーだなっていう感じた部分があります、うんうんうん、なので1年目2年目からどんどん手を挙げればあの大きな動きだったりとかさせてもらえる部分っていうのはすごいいいところだなとは思いますし、その中であの残せるインパクトとしては大企業ともう遜色ないようなところっていうのはすごいいいところだなと思ってますね、うん、なんかそれ私もすごい感じてて、なんか LINE すごい大きい会社のイメージがあったので、まあちょっと語弊あるかもしれないんですけど、結構殿様的な印象が入る前はあったんですけどやっぱ入ってみるとなんかすごい余裕がある、なんかすごい余裕なイメージだったんですけど、とまあ余裕ないわけじゃないですけど、なんかが、まあ、私が今携わってる LINE ライブとかは業界で一番じゃないですし、やっぱ一番取るぞっていうのは結構ベンチャーのような感じ で、うん、で結構中では熱く頑張ってるなっていうのが結構ギャップとして私は感じていました、うん、なんかずっといい面、 LINE のいい面のギャップとかが思って良かったところみたいなところの話だったんですけど、なんか逆に悪かったところみたいなギャップとか、なんか思ってたのと違ったなみたいなところってあったりしますか？ちょっと難しいですけど、ね、私は今入社1年目なんですけど、はい、正直言うと今のところまだない、見つけてないいいことですね、それも、はい、いいです。なんかありますか？僕はなんだろう、みんな朝遅いなっていうのが
感じてるそれはあります、はい、確かに周りの人何時ぐらいに来ますか。結構早い方は9時半とかに働いてるんですけど、もう 10時半とか11時とかに返信が返ってくることもあるので、はいはい、あでもまあその分遅くまで働いてるんですけど、うん、まあ、なんかそういう意味でまあ自由だなっていうふうに、まあ、確かに働きやすさがなんか幅が広いの裏返しでみんなの時間が揃わないっていうのはちょっとありますよね、はい、あるかもしれないです、まあ、エンジニアとかだと結構昼過ぎから出社する人とかいませんか。そうですね、いらっしゃる、うん、どうですか鈴木さんは思ったのと違ったなみたいな点とかってありますか、はい、結構大企業だと思って入ったので、うんうん、意外と中で情報がまとまってなかったりっていう部分は正直感じたかなと思ってます、うん、いい意味でカオス感は結構ありますよね。確かになので結構その中で情報をまとめなきゃいけないだったりとか、うん、いろんなこういうことを知ってるのこの人だけだよみたいなことをなるべくなくすみたいなことが必要だなとは思っていて、結構入ってから3年でもうかなりそこの部分は改善されてきたかなと思ってますね、うんうん、なるほど。なんか私の思ってたギャップも結構それに近くて、で、まあ、結構 LINE の技術職ってもうそのまま即戦力みたいな人が入ってくることが多くて、はいはい、基礎的な資料みたいなやつが結構なくて基礎的な資料みたいなものがなくって、でなんか私入社してから実は iOS を最初書いてたんですけど、はい、その後にサーバーサイドを書くような職業、うん、領域が変わったんですけど、はい、そしたらなんか新しい領域の勉強しなきゃいけないんですけど資料がなくてすごい困りました。結構ありますよ。すごい独学で。そうですね、頑張ってページを見るんですけど あんまりやっぱそのおっしゃる通りなんかまとまってなかったりとかするので、それを探すのが結構大変だったなっていうのがあります。完璧な近道にたどり着くような情報ってあんまりなかったりするので、その分手探りでちょっと成長する部分はあったんですけど、うん、なかなかそういうところがまとまってなかったのはまだまだ課題だったなと思ってますね、うん、でもまあそういうの探す中で、まあ、成長になったりとかもしますよね。確かに私入社してからもう内定者バイトでも、うん、そうリモートだったんですけど、うん、そして入社してからもずっとリモートで、どうですかみんなリモートの。僕も入ってから今2年目なのでずっとリモートなんですけど、まあ、たまに出社はしたりしてるんですけど、でも結構そうですね、まあ、自由に出社か在宅か選べるのは良いとこかなと思うのと、うん、自分は結構寂しいんですぐ出社してるんですけど、あと周りの人も出社してる方が多くて、あ、そうなんですね、なんか雑談とか細かい質問とかはやっぱりオフラインで喋った方が早いなっては感じることですね、うん、そうですね。どうですか。私も、まあ、西村さんと一緒で結構毎日出社してて、というのも近くに住んでいるので、うん、で歩いて来れるので、まあ、感染リスクも低いかなっていうので、はいはい、で歩いてきてるんですけど、まあ、エンジニアは全然出社してなくて、うん、周りのチームメイトは誰も出社してないです。なので一人で来てるんですけど、まあ、個人的には会社の方がオンオフきっちりできるので、はい、切り替えしやすくて会社の方が集中できて、でよく働けます。どうですか。そうですね、私もなるべく出社したいなと思っていて、おっしゃっていただいた通りメリハリがやっぱりつきやすいなとは思ってる部分ではあるんですけど、今は週2回ぐらい出社して、うん、あとはリモートにしてたりはしますね、うん、なるほどですね。営業の方ってどんぐらい出社されてるんですか。結構出社してる人の比率が多分他の部署に比べて高いかな、うん、そういうイメージあります。っていうのが営業だからといって出社しなきゃいけないような仕事をしてるわけでは正直ないんですけど、うん、おそらく人と喋るのが好きな人だったりとか、一人でいると寂しいっていう人が営業って比率が高いのかなと思ってますね、うん、クライアントの人と実際に会ったりすることってありますか、はい、コロナの後から。コロナの後だと本当に少なくなって、もちろん伺う時もあるんですけど、それ以外は基本的にリモート のテレカンで行っていて、うんうん、結構そこがすごい変わったなと思ってて、もともと1年目の時はコロナが、うん、発生する前だったので、もう毎日移動してクライアントのところを伺ってっていうことをしてたんですね、うん、その時っていつもスーツでしたか。スーツです。なので 今はあんまりじゃあスーツ着なくなったとかあるんですか。今は伺う時だけスーツなので、だいたい月1ぐらいで着てるかなっていうぐらい、うん、本当に全然洋服は変わったなっていう感じですか。そうです、そうなんですね。ヒョンスンさんとかはずっとリモートって言ってましたけど、はい、なんかリモートならではの工夫とかなんかされてたりしますか。まあ私はもう最初からだったんで、はい、もう工夫とかじゃなくてただもう慣れちゃいました。当たり前みたいな。なるほど。で、
私もなんかたまにそのリフレッシュとして、うん、会社にマッサージとか、マッサージしに来るとは言えないんですけど、そうちょっと雰囲気をちょっと変えようと思って、うん、もうたまに来るとまたカフェもすごい綺麗だし、うん、まあ、仕事するのにすごいいい環境だなと思います。モチベーション上がりますよね。はい、逆に困ってることとかはないですか？うん、困ってることですね。うん、困ってることそんなに、はい、そうですね、分からないですもんね。出社してる時の状況が、違いが全然分からない。そうです。なんかその入社した時、うん、あ、その出社した時ですね。その、まあ、大体そのネット、そのパソコンで見たオンライン上のその顔と合ってるなというのがあって、なるほど、あ、その人かな、ね、なんかそういう、なんかそういうちょっとお互いとかたまにあるんです。なんかオンラインミーティングでしか会ってない人と、そうです、社内で会った時にこの人か分かんないってすごいなりますね。そうですね、テレビで見た人だかんってそう、そんな感じ映像越しに見たことあるみたいな。確かに、はい、確かに。なんかうちのチームはあのスラックで、はい、あの一人デスクみたいなチャンネルを作って、その今やってる仕事とか全然関係ない趣味とかをつぶやく、まあなんか一人掲示板みたいなのをみんなで持ってて、なんかそこですごい雑談みたいなのが生まれてたり、なんかあとは普通に仕事の話して、あ、この会議出たいみたいな真面目な方にもつながってたりして、なんかそういう取り組みはリモートならではでなんか面白いなっていうふうに思います。はい、営業もデスク持ってるので。あ、そうなんですね。一人一人でもしかしたらこのマーケティングソリューションカンパニーの人は、はいはい、結構そういうの流行ってるのかなと思ったりします。そうですね、全然知らなかったですそこで雑談とかも仕事の話も両方とも。そうですね、そうです、あとはなんか大きいミーティングになんかフラッと入れるようになったのはいいなと思います。ズームなんで、ですね、すごい、多分500人規模の会議ってオフラインでやったら絶対きついなと思うんですけど、今だったらズームちょっと入るっていうのができるんで、なんかそういう意味でキャッチアップはできやすい状況になったのかなっていうのは思いますね。オンラインの方が良かったことですね。そうですね、オフライン僕も知らないんですけどあ、そうですか。あ、やっぱり私は結構困ったことの方が多くて、はい、で新しい技術を学ばなきゃいけないの にあのちょっと聞ける人がいない、ここの設定どうやるんだっけみたいなのが、ちょっとアルバイトの時は出社してたんですけど、本当に隣の先輩 にちょっとここの設定でどうするんですだっけ、ここの申請どうやってやるんですだっけっていうのをなんか1秒聞いて、あ、 ありがとうございますみたいなので終わってたのが、うん、わざわざスラックを送ったりとか、うん、メンションつけて送ったりとか、ちょっと今ズームいいですかみたいなのを送ったりするの結構億劫で、それが送れなくて最初すごい困ってましたね、うん、結構営業の人も同じような課題抱えてて、うん、それをあの簡単にできるようにあの30分ぐらい時間あえて作ったりとか、うん、雑談の質問する時間作ったりとかっていう工夫はしてますね。なるほど、やっぱりなんかそれ意外と重要で、なんかある時から夕会っていう夕方に週3回ミーティングを1時間取るっていうのがあって、はいはいはい、まあ仕事最初は分からない仕事の質問とかあったらするんですけど、うん、もし時間が余ったら趣味の話をしてきっちり1時間取るっていうのをやっていて、うん、それが始まってからチームの人とやっぱ仲良くなったっていうのもあって、質問しやすくなったりとかっていうのも、うん、そういうのもつながって、うん、やっぱ雑談とか、 なんか趣味の話とかするのもなんか仕事の上で重要だったんだなっていうのを感じましたね。そうですね。次の話題で、実際に LINE に新卒で入社して良かったなって思うこと、具体的にちょっと教えていただければと思います、はい、僕からいくと、まあ、すごい周りの人に恵まれてるなっていうか、周りの人がめっちゃいいなっていうふうに思ってて、はいはい、あのメッセージング API っていうすごいちょっと開発者向けのプロダクトを担当してるんですけど、なんか最初全然もうマジで一もなんか右も左も分かんない状態だったんですけど、まあ、企画の先輩とかあとエンジニアの方とかに質問したら、まあ、なんかすぐ返してくれたり、あとはなんかこんなペーペーの意見でもすごい真剣に企画を聞いてくれて、うんうんうん、なんかこれもっとこうしたら良くなるとか、まあ、こうもっとこうしたらいいんじゃないみたいなアドバイスをすごいくださったんで、なんかまあ雰囲気も温かいけど、まあ、なんかすごい高いレベルに引き上げられるみたいな思いがして、なんかそういう意味ですごい良かったなっていうふうには思いますね、うんうん、ありがとうございます。そうですよね、結構 LINE 入ってから思うのは、あの年次関係なく、うん、あの結構尊重して動いてくれるっていうか、いろんな人があのしっかり見てくれてるみたいなところはすごいいいところだなとは、ね、いやすごいフラットですよね。そうです、そうです、フラットで、なんかいい意見だったらなんか立場に関係なく取ってもらえるっていうところがすごいプロダクトを作る上でいいなって私も思ってます。やっぱりそうですか。はい、平原さんの中でこう具体的に良かったなと思うことってあったり
するんですか？あ、そうですね、あ、まあ、私技術職なんですけど、まあ、元々のイメージ通りやっぱ技術力が高くて、それはなんか新卒の仲間もそうだし先輩もそうで、新卒の仲間で言うともう本当に同じ年代なのに本当にこんなにレベルの高い人と一緒 になんか友達になって、でその技術の話したりとか教えてもらえたりとかできて本当に良かったなっていうのがあるのと、まあ、あと大きいプロダクトでをなんかこの若いうちから挑戦させてもらって、しかも先輩 の良いサポートを受けてチャレンジできるっていうところがすごくなんか新卒で LINE に入社してよかったなって思うところですね。ありがとうございます。私はそのデザインなんかその会社のデザイン組織に入っているんですけど、その前職種 そのトレーニングの後にまたその新卒向け そのトレーニングがまたそのデザイン組織にあって、うん、はいはい、でそれがすごい良かったのが、私一人今年一人入社したんですけど、一人、僕だけのためにすごいなんかそういうイベントとかそういうみんななんか集まってくれたり、なんかすごいなんていう主人公になってる感じ、一人占め、それがすごい良かったなと思います。あとは、まあ、新卒としては給料が結構高いな、大事なところです、はい、ですね、他の会社と比べてですね、まあすごい満足しています。ありがとうございます。ちょっと話変わるんですけど、なんか LINE に向いてる人と なんか向いてない人と なんかそういうのあったりするのかなって聞いてみたくてなんか鈴木さんとか思うところありますか？向いてる人向いてない人は多分表裏一体だと思うんですけど、おそらくあの受け身な体制になってる人っていうところはあんまり LINE だと活躍できないかなと思ってて、あの積極的に手を挙げたりとかなんか問題意識が持てる人っていうのが LINE で活躍する条件かなとは思ってますね、うんうんうん、結構1年目2年目でもずっとお話ししてる通りあの意見が通してもらえたりとか、うんうん、あの動いけたりするところもあるので、そういった面で今日積極的にあの発言していったりする人がすごい活躍するなと思って、うん、私も頑張らなきゃなと思ってますほぼ全く同じようなことを言おうとしてました本当ですか？学習意欲がやっぱある人がすごい向いてるなと思って、まあ、新しいものに好奇心持つと なんか問題発見、なんかおかしいと思ったらなんでだろうと思ってすぐ調べたり人に聞いたりしてなんか深掘れる人っていうのが向いてるなと思って、うん、逆になんか受け身その降りてきた問題をただやるだけみたいな人だとちょっとなかなか機会に恵まれないのかなっていうふうな思いました。確かになんかやっぱ積極的な態度の方が喜ばれますよね、周りの人からも、ね、やっぱみんなでプロダクトを良くしていきたいみたいな意識がすごいの うん、で周りの人も積極的な人の方が嬉しいなって思ってるような気がしますね、うん、あんまり出る杭が打たれないのが LINE の良さかなと思ってて、うんね、出たら出たまんまにしてくれるというか、うん、そうですね、そういうところがすごいいいところだなと思いますね。デザイナーの面でも、はい、でもどうしましょうか、私も同じ答えをしようと思ってましたそうですね、そうなんか主導的に、うん、自分からなんか提案するのが結構、うん、そう受け入れてくれたり、うん、してくれるから、まあ、すごいなんか自分から意見出すのとか、まあ、それが自分の、うん、自分の声を出せる人とか、うん、意見を出せる人が、うん、合ってる向いてると思います、うん、なんか他にも何かある人いますか？うん、言うとしたら、他者を尊重できる人っていうのはすごい大事かなと思ってて、うん、こう相手の動きだったりに思いやりを持って動けることっていうことが LINE にはあのすごい重要だなと思ってます、うん、やっぱり企画の人だったりとかあのもちろん審査部の人だったりそれからそうあのいろんなカンパニーがあっていろんなところと関わる機会があったりするので、そういったところですごいリスペクトを持ってやっぱり動いている人っていうのが LINE だと活躍してるなとは感じますね、うんうん、やっぱり結構いろんな人とコミュニケーションしないといけないですよね、仕事中で、なんかそれに関連してなんですけど、私が思うにはなんかみんなでなんか多くの人で一つのプロダクトを作るのが好きな人みたいな人が向いてるかなと思います。なんか同じチームの中にもすごい外国籍の人、ヒョンセさんもそうですけど、うんうん、あの本当にいっぱいいろんな国籍の人がいたりとか、あと結構入って驚いたのが他の国の人とやり取り、他の韓国のチームの人とやり取りしたりとか、本当に自分のチームだけじゃなくて
まあ、企画はもちろんですし、技術の中でも他のツールを作ってる人とか、そういういろんなチームの人とやり取りする機会があって、やっぱコミュニケーションが好きで、いろんな人とやり取りしながら一つのものをみんなで作り上げていきたいみたいな、そういうなんか個人的に一人で開発するのが好きとかいう人よりは、みんなで何か作り上げていきたいみたいな人の方が向いてるかなって私は思いますね。確かにそうですね。さっき、まあ、チームで開発するみたいな話もあったと思うんですけど、なんかこれからどういう後輩とか学生さんにエントリーしてほしいとかってありますか？チャレンジを楽しめる人とかですかね。やっぱなんか大きい会社なんで、それなりになんか難しいこととか、はい、ちょっとミスしただけでも影響範囲が大きかったりとかがして、結構大変なこともあると思うんですけど、まあなんかそれを楽しいなと思って、でなんか挑戦できる人とかが向いてるかなと思うので、うん、ぜひエントリーしてほしいなと思います。すごい真面目な鈴木さん、なんか他の観点でありますか？私は営業でもうちょっと足りないなと思う部分だったりっていうのが、ぐいぐい推進力を持った学生っていうところが、うん、まだまだ足りないなと思ってて、うん、結構そういうぐいぐい推進力を持ちつつ、LINE のカラーとして他の人を尊重した動きができるっていう2つを兼ね備えてる人っていうのがものすごい私は欲しいですね、うん、私は欲しい一緒に働きたい、はい、なるほどですね。私はそうですね、そのやっぱり一人でもなんかその自分の意見とか、まあ、これは こうした方がいいよというのを自分のその意見に確信がある人が、うん、そういう後輩が、うん、いるといいなと思います。向いてる人はぜひエントリーしてほしいです。そうですね。どうですか？あ、僕はそうですね、まあ、楽しい人がいい。楽しい。一緒に働いてて楽しい。まあ、なんかいろんなものに興味を持ったり、なんかいい意味でなんか領域審判って呼んでるんですけど、なんか自分のプロダクトだけじゃなくて、なんか周りで動いてることに関心を持って、なんかいい意味で首を突っ込んでいっぱいなんか関わりたいみたいな。そう、めちゃめちゃ分かりますね。はい、結構LINE 自体大きな会社で、自分の枠みたいなところを狭めちゃえば狭めたまんまで仕事ができちゃうかなと思ってるんですけど、うん、広げればかなり大きく広がるので、結構営業としてもLINE ライブ使ってだったりとか、うん、新しいプロダクト使ってみたいなことをいろいろ考えることが必要だなっていうふうに最近すごい感じてますね。うん、本当にいっぱいあるから、なんかやろうと思ったらいっぱいたくさんのことできる環境だなっていうのは思いますね。そうですね。何をやってた方がいいとかあるんですかね？バイトとかインターンとか。なんかあれかもしれないですね。職種によってとかで話せると面白いかも。確かに。デザイナーさん、どういう新卒の方がバックグラウンドで多いんですかね？何をやってた方が多いんですかね？私の同期とか美大だ。ああ、そうなんですね。美大？美術大学。あ、でも私は美術大学を出てません。出てなかったので、はいはいはい、私はただウェブ学科で専門学校を出て、うんうん、はい、それで、まあ、そこの関わってないというところもあって、うん、まあ、そうじゃなくても、そうじゃなくても全然多分入れると思います。なるほどなるほど。うん、でなんかデザインが好きな人とか、うん、とのそのポートフォリオのその、うん、デザインがどのぐらいユーザーの立場で考えてるかとか、うんうん、それを見てるんじゃないかなと思います。なるほど。結構 LINE のデザインをする上ならではで必要だなと思うところだったりとかってあったりしますかね？やっぱりユーザーの立場で見る、はいはい、ユーザーファーストなんで、やっぱりそうですね、ユーザーが大事だなという心は一番だと思います。どうですか、エンジニアは？まあ、私は情報科学科に出てるんですけど、まあ、やっぱ小さいアプリ作るのと違って、ですごい、例えば LINE ライブだったら同時に10万人見たりとかそういうのがあるの でそれでも耐えられる設計みたいなのに興味がある人はいいかなと思います。影響はそんなにバックグラウンドっていうと縛りはないんですかね？そうですね、正直縛りないなと思ってて、うん、どちらかというとコミュニケーションをしっかり取れるかどうかっていうのがすごい大事だなと思います。なので LINE の営業だからといってちょっと企画チックなことが必要かって言われると、そういったところってやっぱり後からついてくるので、うん、どちらかというとしっかりと
人とコミュニケーションを取って相手を尊重して動けるかだったりとかっていう、あのいわゆる営業みたいなところの、あの素質がある方が最初は重要かなと思いますね。技術的なことは最初から知ってた方がいいんですか？正直後から全然覚えれるかなと思います。企画も結構一緒で、まあ、もちろん新規事業開発とかやってた学生の時やってたっていう方もいるんですけど、なんか全然ずっと体育会だったみたいな人もいますし、はい、なんか後からキャッチアップしようと思えば全然できるなと思いますし、なんか自分自身開発経験全くないんですけどなんか API とかなんかすごい難しい言葉をなんとか1年経って覚えられるようになってきたので、なんかそういう技術系のところもまあなくてもその好奇心とか勉強する気があれば全然なんとかなる職種だなっていうふうに思います。そうですね、なんかこう入社して社会人になって初めて新卒はポテンシャル採用だよの意味が分かったというか、後からそこは何とでもつくから、あのどれだけそういうところをしっかり吸収できる力を持ってるかっていうのがすごい大事だなと思いますね。はい、皆さん最後になんですけれども、この LINE で働いてて一番価値を感じるなとか楽しいなって思うことって何がありますか？楽しいなと思うのはやっぱりプロダクトがリリースされて、で、まあ、関わってたエンジニアとか QA の方々とスラックでわーって打ってスタンプがバーってついて達成感ありますよね。ワイワイするときがやっぱり嬉しいなって。で、まあ、やっぱりユーザーさんが実際に使ってるのを見て、あ、すごい使ってくれてるとか、あ、こういう使い方もできるんだみたいな風な発見があるとすごいめちゃくちゃテンションが上がりますね。どうですか、鈴木さん。私も結構そのインパクトみたいなところがすごい価値感じるなっていうところで、あの携わった広告だったり、例えばプロモーションスタンプだったりっていうのが、あのふと友達から送られてきたりとか、うん、嬉しいですね、はい、あの実際に出した広告だったりっていうのがツイッターで話題になってたりとか、そういうことを見るとすごい世の中にインパクト残せてるなっていう気持ちがして、とてもそうですね、誇りに感じるというかっていうところがありますね。スタンプとかは LINE ならではですよね、実際に見れるっていうのは。友達から送られてきて、実は俺が作ったんだって言えるのは、まあ自分が作ったわけじゃないんですけど、はい、携わったんだって言えるのはすごい優越感があります。なんか電車とかでもパッて見えちゃったのが、実は自分のプロダクトになってるみたいな。すごいありますよね、LINE だと。嬉しいです。なんか自分が携わったもので、なんか他の人の生活に何か影響を与えられるみたいなのが実感できるっていうのは結構ありますよね。はい、結構平川さんもそういったところだったりします。あ、なんか私はちょっと技術職で入った時にサーバーサイドの技術を新しく勉強することになったんですけれども、もうやっぱ最初本当に分かんないことが多かったんですけど、日々やっていくうちにやっぱ自分の成長を感じられるっていうところが結構日々の中で嬉しいなと一番思うところだったりしますね。ヒョンスンさんはどうですか？私もその成長ですね、やっぱりその入社してばっかりなんで、まだその成長した、どのぐらい成長したかわからないですけど、まあすごい成長がしやすい環境だと思っているし、まあ、これからどのぐらい成長できるかというのもすごい楽しみです。うんうん、そうですね。すごい。ちょっと短い間だったんですけれども、最後に成長という言葉が出てきたとおり、これからもあの職種をまたぎながらも、あの皆さんと共に成長していけたらと思っています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。